松丸の皆さん、こんにちは。ちょっと日差しがすごく眩しいんですけれども、ケミブリッジ第2回を今から開催したいと思います。よろしくお願いします。今回のスローガンの一つ、さようならマッチョ政治。これ市民連合を掲げるってすごいことだと思うんですよね。さようならマッチョ政治を今日はですね、大きなテーマとしてやっていきたいと思っています。だって自民党も維新も思いっきりマッチョ政治じゃないですか。ああいうの本当嫌ですよね。私たちにしかできないことは何なのかといったら、マッチョ政治からの脱却だというふうに思っています。今日は楽しく、1時間ほどですけれども一緒に過ごしていきましょう。私たちの目指す未来はこういう形です。楽しく明るく未来を作っていきましょう。それではフェミブリッジアクション第2弾行いたいと思います。まず最初に、今回は歌を歌ってくださる方が来てくださいました。小笠原もずくさんという方です。この前 5.3 憲法集会で知り合ったんです。知り合った場所も素敵でしょ。憲法集会で知り合いました。小笠原もずくさんです。皆さん今日はですね、何度かコール&レスポンスも用意してくださってるそうなので、一緒にノリノリで歌って踊って、一緒にこうコール&レスポンスもできたらいいなというふうに思っております。それではもずくさん、よろしくお願いします。こんにちは、小笠原もずくです。よろしくお願いします。リーガンストライキー、何でもくれる Everything you want, everything you need。 何でもあげる Everything you want, everything you need。 おいらのものはあんたのよ、あんたのよ。あんたのものはおいらのよ、おいらのよ。おいらもあんたも同じ動物。支流も所有も粉々になってくれ。アクセクアクセク働いたって、給料はたったの福沢諭吉。ちょっとサボって手を抜くと空ぴったり半分津田梅子。中抜き骨抜き半泣き嘘書き残るは一枚野口秀夫。おまけに税までしこたま払って、わけわからんこと金使わせて、結局くれる Everything you want, everything you need。 何でもあげる Everything you want, everything you need。 見返りなんて何にもいらない。資本も貨幣も交換原理も棺桶ぶち込み燃やしちまって、河川も独占も粉々になってくれ。そこらここらに恥ずかしげもなく、ずっとずっと居座る米軍の基地。言われたまんまのやられ放題、この国べったりダメと猫。ノー基地ノー基地ノー基地言っても何にも変わらん、この国ひでえよ。さらに土地の悪い小判ざめが長い長い働くな、働くな、働くな、せ働くな。
従うな従うなせい自民や維新はお断りせ自民も維新もさよならせ自民も維新もさよならマッチョ政治はごめんだよせマッチョ政治はごめんだよマッチョの政治家ゴーホームせ女性の声で政治を変えようへ女性の声で政治を変えよう。ラスト、フェニブリッチ、フェニブリッチ。ありがとうございます。説明者からお願いします。そんな言いなりになっちゃダメだよ。どうぞ聞いてください。Don't wanna be this way。気のいしないことを気にやると壊れちゃう。ものは嫌なのだから黒くのそんな意味はないでイライラするの偉そうに疑ってほしい上からメッセージ今まで嘘じゃんそれが私の理由言うことは聞かないそれが私の理由日本まだまだあの男性優位の社会だなと私も日々感じているんですけど今回石山さんにあの石山さんにお誘いいただきましてまだ私は政治についてはまだまだこれから勉強しなきゃいけないことたくさんあると思うんですけどやっぱりこの男性優位の社会の言いなりになってちゃいけない声を上げなきゃいけない一人の女性としてと思って今日この場に立たせていただきましたありがとうございますこれからも私ミュージシャンなので歌を歌ってどんどん発信していきたいと思ってますのでぜひ応援をよろしくお願いしますありがとうございました小笠原瑞希でした小笠原さんありがとうございました素敵な歌で元気なスタートとなりました本当にありがとうございました今日 CD もお持ちになっているようなので興味を持たれた方ぜひお声掛けくださいよろしくお願いします本日の司会を務めさせていただきます長尾歌子と言いますどうぞよろしくお願いします
いきなりサプライズです。令和新選組の豊、ん？いいですか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。令和新選組の豊島区議、塚田久子さんが駆けつけてくださいました。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。なんでサプライズなのかちょっとびっくりしてますけども。はい、ありがとうございます。私は豊島区議会議員の、塚田久子と申します。令和新選組に所属をしております。会派の方は立憲民主党と、会派を組みまして、立憲令和市民の会という会派で議会の活動をしております。もう本当今日はこういった女性がつながって、政治を変えるという、このフェミブリッジアクション、この活動に心から敬意を表しますし、私も連帯していきたいと思ってこの場に来ました。本当に今大変な状況になっていると思います。生きづらさを抱えている女性たちの相談がもう後を絶たない。本当に苦しい、本当に究極は死にたいといったそういった声もたくさん聞こえてきます。で今虐待とか DV がこのコロナ3年間で 3倍以上に増えているんですね。で、いわゆる職員の方たちの本当にメンタルヘルスの方も大変でして、休職をするといったそういった事態も増えております。もう本当にもうありとあらゆるところが傷んでいる、そういった状況なんです。これどうしてだと思いますか？これあなたのせいじゃないんですよね。怠けている何か、本当に貧困も全てそうなんですけども、あなたの個人のせいではないということを本当に私強くいつも申し上げているんです。これはもう社会の問題、そしてこういった状況、もう特にこの政治の経済の状況ですね。30年間にわたる不況、これを作ったのはもう誰のせいでもない社会、そして政治の責任だということをもう本当に申し上げておきたいと思います。でその政治を作ったのは誰かといったら、この30年間どこが、一番政権取ってたでしょうか。そしてそれを作ったのはやっぱりおっさん政治、もうこれに尽きると思うんですね。もう本当にこのことを申し上げたい。そして今日は一つ、私自治体議員なので、一つ皆様にお知らせしたいことが今日あります。今もうマイナンバーカード、これ、紙の保険証をやめて一元化するってことも大変なことになっていますけども、このマイナンバーカードってもともとは任意だったんですよ。強制じゃない。なのにやっぱりこういった紙の保険証をやめるということで、もう本当にもう強制的に一元化、データを一元化しようとしているということがあります。これ、そしてもうマイナンバーカードだけじゃなくって、実はこれ令和3年に菅政権の時なんですけども、デジタル改革法という、束ねで出してきたこの、法律が通ってしまったために、今自治体の標準化システムというものを推し進めよう、地方公共情報システム標準化ということが今もう自治体の方で始まっているんですね。でこれ何かというと、私たちの個人の情報、例えば国民健康保険の、いろんな医療の情報とか、自治体って大事な情報たくさん持っているんですけども、これを全部、国が言う標準化のシステムに入れてしまって、整えましょうよという話なんです。で整えるだけならいいんですけども、これ、国の方でガバメントクラウドというところに乗せて一元化しようということなんです。このガバメントクラウドの会社どこだかご存知ですか？国が用意するこの、ガバメントクラウド、マイクロソフト、グーグル、オラクル、そして、4つあるんですけども、アマゾンですね。これ4つの、もうこれ全部アメリカの会社じゃないですか。そこに私たちの大事な情報を乗せてしまうという、そういったことが今進んでるんです。本当は、地方自治というのは、文献が進んでいて、地方文献改革法というのも20年前にできたはずなんです。なのにもうこれと逆行する形で国がこの情報を一元化しようとしている。これなんでこんなに強硬にやっているのかということを考えると、やっぱり私これ戦争と関係がしてあるんじゃないかなと思うんですね。なのでぜひとも本当に私たち女性の力でもう戦争は絶対止めなければならない、そう思ってここにおりますので、ぜひ皆様と連帯して本当に、変えていきましょう。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。深田さん、ありがとうございました。では改めまして、主催者を代表して岸山直子さんから挨拶させていただきます。よろしくお願いします。改めまして、主催者を代表しまして、石山が、挨拶させていただきます。まず、フェミブリッジ第2弾。でも、今日初めて来られたって方もいらっしゃると思いますので、少
少しだけ説明したいと思います。フェミブリッジなんですけども、これは完全に私たちが作った造語です。フェミニストの架け橋、女の架け橋で、この世の中もっと楽しく明るくしていこう、そういう気持ちを込めて作りました。皆さんも生活されている中で、政治ってすごく遠いところにあるような感じしますよね。私が選挙に行かなくたって別に世の中変わんないでしょ、私が政治に関心持たなくたって世の中どんどん進んでいくんだし関係ないでしょって思っているけれども、皆さんの生活本当に今苦しくなってきているんですよね。まあ、そういったですね、政治に無関心、政治に関心を持てないぐらいに忙しくさせられている、そういった皆さんと一緒につながっていきたい、もっと未来が明るくなる、そういったですね、社会を作っていこうということで、女の架け橋フェミブリッジアクションを行っています。市民連合の取り組みの一つなんですね。市民連合っていうのは市民と野党の共闘で、一緒に選挙勝ちましょうというような取り組みをずっとしている団体です。この前も都議補選でも野党共闘をしたところが勝ちましたよね。やっぱり一緒にやらなきゃ勝てないんですよ。一緒にやろうと手を差し伸べて、一緒に温かく楽しくやっていく、そういう戦い方ができるのは利権でも何でもなく、これからの未来を本気で考えている私たちだけなんです。このフェミブリッジは私たちがこれから目指す未来をこういう場所で実演しようということで始めました。今日先ほどみたいに歌を歌って楽しくみんなでこう盛り上がっていますよね。まあ、こういう社会を私たち作りたいんです。もうまさにこのある社会を作りたいんです。今ガザで本当に心が痛むようなこの現状が起きています。あまりにもひどい、本当に虐殺ですよ。あれはそういった中で日本はどういう態度を取っているのかといったら、上川さんがイスラエルに行ってイスラエルの批判を一切せずに、ハマスのやってることはおかしいと言って帰ってきたわけですね。何しに行ったのかと私は思いました。日本は憲法9条を持つ国です。戦争していけないと、もうそういう国です。そういう国として、今世界でこのようなひどいことが起きている中で、私たちが何をしなければならないのかということを考えました。今私たちはこのマッチョ政治さようならと言っています。女性の声で政治を変えようと言っています。この女性の声で政治を変えようという動きと、マッチョ政治さようならという動きと、正反対のところにあるのが戦争です。もう戦争は家父長制そのものですから、性差別そのものですから、私たちが女性差別やめよう、全ての人たちが平等に生きる権利を持とう、こうやって訴えることは戦争反対ということと全く一緒なんだということを、今改めて皆さんと共有し合いたいと思います。私たち女は全てのありとあらゆる争いに反対します。人を殺さないでほしい。誰しもが夢を持って生きられる、安心して眠りにつくことができる、そういう社会を作っていきたい。大きな目標に見えるかもしれませんけれども、こういうところで声を上げていることの積み重ねが、私たちは本当に平和な社会を作っていく第一歩だと思っています。私たちのこのミモザイエローのパワーで、女たちの架け橋を世界中に張り巡らせて、一緒にいい社会、いい世界を作っていきましょう。今日は一日頑張りましょう。ありがとうございました。石山さん、ありがとうございました。では続きまして、市民スピーチ一人入ります。ジャーナリストの竹信美恵子さんです。女性不況サバイバルと出版されました。この本の最後には、政治を変えることは必要だけれど誰が変えるかも大事なんだっていう、とても素敵な指摘がありました。私たちは女性の声で政治を変えていきたいと思います。竹信さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、竹信です。こんな素晴らしい会やってくださって本当に嬉しいです。こういうのできないかなってずっと思っていたので、今日はお誘い受けてすぐに来ました。最初にね、もずくさんが働くなって言ったじゃないですか。私昔ずっとね、女も働けって言ってたんですよね。それがどん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 変わってきて、働けば働くほど私たちの払った税金とかいろんなものがもうどんどん変なことに使われていき、私たちが働いたら楽になると思ったら、働けば働くほど税金が軍備とか、変なことに使われていくっていう、すごく怖い社会になった。でこれはどうしてなのかなってずっと考えてたんですけど、やっぱりこれ9条を軽視したって関係があると思うんですね。
なんかね、球場って言った途端に、あ、その古い話、私のことみたいなこと言われて、しらーっとされるので、スピーチの時は球場は言わない方がいいのかなっていうぐらいの気持ちになっちゃうぐらい、みんなしらーっとするんですけど、全然違いますよ。あの、前は球場っていう蓋が一応あったので、あの、おっさん政治はすごいおっさん政治だったけど、一応税金もあんまり軍備とかに使っちゃいけないよねっていうぐらいのことはしてたんですよ。それがあの安保法制あたりからもどん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 おかしくなって、それでもう今なんて5年間で43兆円それ優先して、貧困対策も女性対策も何もかもその後で余裕が少しあったらやってあげてもいいよみたいな、そんな感じになっちゃってるんですよね。これ間違いでしょ。税金って私たちが幸せに暮らすために一生懸命働いた中から払って、常在として世の中を良くするために使ってもらうものじゃないかなって思っていたのに、何ですかこれはっていうことですよね。で、先ほどからまあ、うっさん政治で自民と維新って出ましたけれども、そのような人たちが一体どういう政治してるかっていうことを大阪の人に昨日ちょっと聞いてですね大阪で何が起きてるかをぜひ言ってくださいと言われましたので、私たちのほっとけばこうなる恐ろしさということで、維新政権下で何が起きているかということをちょっと紹介してみたいと思います。すごくわかると思うの で例えば、まあ、こんなことを彼女が言っていて、今勢力拡大を、日本全国で目指している日本の維新の会、日本維新の会というものがあります。で、こういうところではですね、突然吹田市というところで非正規職員の給料が高すぎると言って維新議員が給料の上限設定を議会に提案、そして10日余りの審議で非正規職員の賃金上限29万円可決ですね。で、長い間労使交渉で協議してちょっとずつ改善されてきた非正規の処遇が突然当事者の意見も聞かなくていきなり議員提案で引き下げ強行で、20年から30年働いてきた非正規が最高で月額6万2000円も引き下げられた。どうですか。で、こういう中で一方ではですね、例の万博です。で、これはもうしょっちゅうお金が足りないお金が足りないとやるたびに、まあ、物価は上がってるかもしれませんけれども、それなら先に生活を優先して取りやめにしたっていいじゃないですか。なくて死ぬもんじゃないんだから。そういうことは全く言わないで、なくなると国に無心をしてくるんですね。なので、ついに国は無心されて、はいいいですと言って足りないお金を出すことにしてしまいました。このような状況を、人々はですね、日本維新の会じゃなくて日本無心の会だと言っています。すぐに無心してきて、困ると無心してくる。で、一方では働く人には、女性たちには自己責任で頑張れという、自己責任は自分たちのことだろうと言いたくなります。無心せずに自己責任で万博やれというふうに言いたくなりますが、そういうことが平気で横行しているということです。私たち球場と生活とジェンダー平等は一体のものだということが、こういうことからよくわかるんじゃないでしょうか。皆さん、政治をとにかく忘れない、そしてとにかく投票に行けばいいんじゃないんですよ。下から運動を起こさない政治は政治じゃないですということで、一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。高野さん、ありがとうございました。では続きまして、私たちと一緒に政治を変えてくれる立憲野党の議員さんたちからスピーチをいただきたいと思います。駆けつけ順番でお願いしていきます。まず日本共産党の参議院議員田村智子さん、お願いします。皆さんこんにちは。前回第1回来た時に不覚にもミモザ色のものをつけてくるのを忘れてしまいましたので、今日は全身ミモザでやってまいりました。連帯したいと思います。日本共産党の田村智子です。今日はあのガザの、ね、ことで攻撃やめてっていうこのスローガンが立っていることをとても本当に心強く思います。このイスラエルとこのガザの紛争というよりも戦争になり始めているこの事態、やっぱり女性たち声を上げて当然だと思うんですね。ジェンダー平等は女性の暴力を許さない、女性の命を守るということを何よりも根源に置いていると思います。もちろん子どもの命もです。戦争がどれだけの女性と子どもの命を奪ってきたか、それを知っているから私たちはロシアに対してもウクライナから出ていけと、戦争をやめろと声を上げました。そして今ガザへの空爆を壊滅的にやっているイスラエルに対して、それをやめろっていう声
あげるのは当たり前だと思うんです。今回の紛争を引き起こしてしまった最初のきっかけはもちろんハマスの暴力であり誘拐、これは許されないです。だけどそれに対して空爆をやっていいってことには絶対にならない。国連では121カ国の賛成で即時休戦、人道的休戦、この決議を挙げました。ところがアメリカはイスラエルの攻撃を擁護して反対をし、日本政府は棄権をするというとんでもない姿勢ですよ。この間の予算委員会でも私たちの党の、ね、山添拓さんとか一生懸命質問して、なぜ休戦にこの決議に反対したんだって日本政府聞くんですけれども、ハマスを非難してないからだって言うんです。そんなの理由にならないですよね。どちらもきっちり非難すればいいじゃないですか。だけど圧倒的な軍事力で今現に命を奪っているのはイスラエルじゃありませんか。ガザのジェノサイドを許すのかが問われている。私はアメリカ言いなりでミサイル防衛でアメリカと一緒に中国包囲でどんどん軍事対軍事で構えるっていう政治の行き着く先というかね、本性というか、そういうものが今現れていると思うんです。市民と野党の共闘の一番の土台は戦争する国づくりを許さないということでした。本当に今これが問われている。敵基地攻撃許しちゃいけない、憲法9条古くない、9条に基づく外交なんてやったことがないんだから、それをやらせることが新しい政治に道を開いていくというふうに思います。女性の命を守る、権利を守る、そしてね、もうこのジェンダーギャップ、当たり前の日本の社会を変える、そのためには女性たちがまさに政治の駆け足になることを求められていると思います。今もう一度平和と人権、抑圧からの自由、ここの一点でぜひとも野党の共闘も広げて総選挙を迎えたいと思います。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。田村さん、ありがとうございました。では続きまして、社民党から大椿優子参議院議員、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。マッチョ政治、生きった男たちが政治をやっている大阪からやってまいりました。社民党の副党首、参議院議員の大椿優子です。大阪では本当にイケイケの生きった男たちが、マッチョ政治をやっている地獄のような、そんな社会の中で私たちは生きています。皆さんもご存知の通り、人々の暮らしや何よりもたった6ヶ月の万博のために2350億円当初予算の倍以上の予算をかけて万博を行おうとしています。辺野古の海と同じようにズブズブの粘土状の軟弱地盤、そこに万博を作ってやろうとしている。その先に彼らが考えているのは万博の成功や何かではありません。2030年あそこにカジノを作ろうとしている。万博の公金で税金を使ってインフラ整備を整えて、その後に2030年あの夢芝にカジノを作るということが最大の目的なんです。だからこれだけ予算が上がっても、まあ仕方ない、申し訳ありませんと言って受け入れる態度を取るわけです。しかし大阪どうですか。コロナ、これで多くの方々が亡くなりました。全国最多です。そして生活保護受給者の人たちもたくさんいる、そんな街なんです。この大阪の今、皆さんも物価高騰の中で大変苦しい生活を行われていると思いますけれども、大阪は大阪だって同じ状況なんです。にもかかわらず大阪府民はこの万博に多額の税金を注ぎ込まれることになります。国、事業者、そして大阪府市、これが3分の1ずつこの万博で負担をするということになれば、一番損をするのは私が住んでいる大阪市、大阪市民がこの大きな損を被ることになります。なぜこの箱物事業に男たちは、これほどまでに関心を示すんでしょうか。箱型の経済、イベント型経済、
これはまさにマッチョ政治の象徴的なものじゃないかなと私は思っているんです。これをぜひとも止めさせたい。そして私は首を切られた非正規労働者としてこの間全ての人たちが安心して働き続けられる社会を非正規雇用を正規化にと訴えてきました。岸田さんは所信表明演説の中でも非正規雇用や非正規労働者ということを一言も言わないんです。彼の関心の中にこの労働の問題はありません。なぜこれほどまでに少子化が進んだか、なぜ女たちが子供を産まないのか産みたくないのか分かりきってるだろう。これだけ不安定な雇用を増やしておいて子供産めって土台無理だろうと客の承知で女たちは分かっていることなんです。けれども国はこの事実を認めようとしません。人々の暮らしより安定した生活よりも箱物の経済を優先する、そして戦争へとお金をかけていく、こんなマッチョ政治を皆さんここから終わらせていきましょう。マッチョ政治打倒、頑張りましょう。大椿さんありがとうございました。では続きまして、立憲民主党から衆議院議員吉田晴美さんがまさに今駆けつけてくださいました。吉田さんよろしくお願いします。皆様こんにちは、衆議院議員の吉田晴美です。今日はシスタフットを皆さんと一緒にこの女性の声がこの日本を変えるということを皆さんと一緒に考えたいと思います。私ですね、ちょっと今週すごいがっくりきちゃったことがあるんですよ。憲法審査会、衆議院の憲法審査会、この間始まったんですね。まあ席順を決めるっていうものなんですけれども、50人います、憲法審査会。その50人の中、皆さん女性何人だと思いますか？3人です。でもその中で本当にこの憲法をきちっと国会議員が守っていく当たり前の声を主張しているの、実は私一人っていう状況なんですよ。あとはあの与党、そして維新の会の方です。これね、岸田総理が任期中に憲法改正に、やるんだというやる気をまだこの間おっしゃいましたよね。周りからは日本維新の会もおいおい国民投票させろ、これは国民の権利なんだってことを言ってました。いやちょっと待ってください、何をおっしゃるんですか。国民投票の今法律が、あの法律はですね、皆さんインターネットがない時代、今たくさんの SNS の影響がありますよね。そして、まあ、江東区の方でもありましたけど、インターネット広告、これお金をかければかけるほど皆様の考えにどん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 浸透していく時代ですよ。この法律の下で全然憲法改正なんかやっちゃいけないんです。皆さんどうでしょうか。こういう議論をね、すり替えて、私たち国民の財産である憲法に絶対手をつけさせちゃいけない。私はあの場面にいて、これは皆さんと一緒に声を上げていかなきゃいけないと本当に強く思いました。まあ、相変わらずですね、衆議院の方、国会永田町はいやひどいなと思うことがあるんですけれども、これも先週出たニュース、あの桜田元オリンピック担当大臣が、女性は発言しない人が多いとおっしゃったんですよ。私のけぞりました。いやだって発言させないような空気作ってんでしょっていう感じなんですけど、多分ね悪気ないんですね。あのヤフーニュースのコメント欄なんかにも、どこが悪いのみたいなコメントが溢れていて、皆さんこれが今日本が置かれている現状なんですね。いやー、私たちも強くいかなきゃいけないなと、ある意味したたかに、あの皆さん一緒に頑張りましょう。で最後に、ちょっと私改めて今日あの女性解放運動を引っ張ってくださった平塚雷鳥さんの言葉を今日ここに来るときに読み返して、あ、やっぱりこの言葉は私すごく大切だなと思いましたので、最後皆さんと一緒にこの言葉を反芻させていただきたいと思います。原始、女性は
実に太陽であった。心象の人であった。今女性は月である。他に寄っていき、他の光によって輝く病人のような青白い顔の月である。さてここに政党は産声を上げた。現代の日本の女性の頭脳と手によって初めてできた政党は産声を上げた。女性のなすことは今はただあざけりの笑みを招くばかりである。私はよく知っている。あざけりの笑みの下に隠れているあるもの。これは1986年生まれの平塚雷鳥さんが発した言葉です。こんなにも前の時代から日本の女性は声を上げてきた。今一度、まあ、今この憲法もかかっています。私は平塚雷鳥さんのこの思いを引き継ぎながら、この現代で今こそ私たち女性が連携して、もう女性も男性も、そしてあらゆる性を包括するような温かく寛容な、そんな日本を皆さんと一緒に作っていきたい。シスターフッド連携してまいりましょう。連帯します。ありがとうございます。吉田さん、ありがとうございました。シスターフッド連携してまいりましょう。ではここからまた市民スピーチに戻ります。ちなみに途中からご参加の皆さん、あのこちらの方にプラカードまだたくさんありますので、ぜひお手元にない方取っていただいて一緒に掲げてください。よろしくお願いします。では市民スピーチ参ります。東京11区チェンジ国政板橋の会事務局から女性メンバーがスピーチさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。東京都板橋区東京11区の地域の市民連合チェンジ国政板橋の会で事務局員として活動をしているものです。板橋では9月24日にフェミブリッジアクションを行いました。11日にもアクションを予定しています。この東京11区は加計学園など教育業界から政治資金を受け取ったなど金の問題や文部科学大臣の時代に旧統一教会の名称変更したことで様々な疑惑を持たれている下村博文さんを1996年から連続で7期当選させてきてしまいました。地元の有権者として大変お恥ずかしい限りです。本当に旧統一教会とのズブズブな関係が疑われる下村博文さんですが、彼は日本会議のメンバーでもあります。お母さんが携帯を眺めながら授乳をしたら子供が発達障害になるというありえないとんでも親学論を私立幼稚園の PTA 研修会で布教しています。フェミニズムは全ての人間に対する性差別的な搾取や抑圧をなくし多様性を尊重するというものです。ですが自民党はこれに真っ向から対立し、旧統一教会、日本会議、神道政治連盟などの宗教右派と選択的夫婦別姓、同性婚、LGBTQ 差別解消に反対という立場でタッグを組んでいます。刑法の性犯罪規定は2017年に大幅に改正されましたが、なんとそこまで110年かかっています。なぜ110年もかかったのでしょうか。私は政治や司法の場に女性が少ない影響だと思っています。そしてそこから6年性暴力被害者の声やフラワーデモなどの働きかけで今年性犯罪の刑法改正が行われました。しかし私の周りでも未だにライブハウスやフリースクールで性被害に遭って苦しみ続けている女性たちがいます。今日も参加してきてくれています。ジャニーズの問題を見ても全ての性暴力が処罰され被害者が救済されるということにはまだ至っていません。人権と平等、多様性を尊重しない人たちを
いつまでも政治の場に置いておいてはいけません。選挙でマッチョな政治家たちを落とさなければ女性たちが望む社会は作れません。市民と野党の共闘があれば政治を変えられることを多くの人たちに知っていただきたいと思います。一緒に生きづらい日本の伝統的なマッチョ社会からの脱出を目指しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。では続きまして、実は福島から連帯ということで駆けつけていただきました二瓶由美子さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。福島からやってまいりました。というのも13年前、ですね、もうすぐ13年目になりますが、東日本大震災、そして、福島第一原発の事故以降、私たち女性たちはなかなか声を出せずに過ごしております。例えば避難をした人、避難を余儀なくされた人はともかく、自主避難をした人たちに対するバッシングもあります。そしてまた福島で生きる覚悟をしている人たちに対するバッシングもあります。ですから声に出せないでいます。対話もなかなかできません。そんな状況の中で声を上げていいんだよと語りかけたくて、このフェミビリッジに、協賛しています。それで今日もやってまいりました。今日はちょっと今まで皆さんがお話しした内容とは違うことをお話ししたいなと思っています。昨日福島市にある小さな映画館で沖縄戦の図というドキュメンタリー映画が上映されて、監督もいらしてお話を聞きしました。皆さんご存知の原爆の図を描いた丸木俊さん、入里さん、このご夫妻が描かれた沖縄戦の図です。お二人は長い間沖縄に通い、そして沖縄に暮らし、沖縄の人たちから聞き取りをして、地上戦である沖縄の悲惨な状況を大きな絵に描きました。14作あります。その14作について丁寧に取り上げているドキュメンタリー映画でした。機会があったらぜひ皆さんにも見ていただきたいと思います。で、その上映会にこの14作の絵を所蔵している宜野湾の、佐喜眞美術館の館長さんから福島へのメッセージが届けられたんですね。それを今日ちょっと引用いたします。丸木夫妻は、人類が初めて体験した未曾有の原爆から南京大虐殺、アウシュビッツ、水俣、原発、三里塚、そして沖縄戦、足尾鉱毒と不条理な中で人間が殺されていくことへの怒りと、亡くなっていった人たちと平和の実現への祈りを込めて、過酷な現実を芸術作品へと昇華させ、半世紀近い共同制作を貫いてこられました。そして最後はチェルノブイリ原発を描いています。また生前お二人は能登原発へも何度も通っていました。生きて311を目撃されたなら、福島の原発も連作に描かれていたことでしょう。福島でのこの映画の上映をめぐって、私は深い考えにとらわれて皆さんへのメッセージを送りました。そして丸木ご夫妻が共同制作で貫いていたのは、沖縄のぬちるう宝、命こそ宝という、その哲学をアートで表現したということをおっしゃっています。私はこの映画を見てしみじみと思い出したことがあります。私は20年ほど短期大学での国際平和論という授業を担当していて、学生たちと、沖縄研修に行っていました。ある年、震災前です、辺野古で案内をしてくださったり説明をしてくださった方が学生たちにこう問いかけました。沖縄はいつまでも平和学習の場でなんかいたくないんだと、基地をもらってくれないかと問いかけたんです。学生たちは言葉を失いました。その時私は精一杯こう言いました。福島も同じなんです。
たくさんの原発を抱えています。危険と背中合わせで暮らしているのは沖縄と同じです。私たちも頑張って戦っていきたいと思います。こう答えたことをありありと思い出しています。この国の差別、区別、そして不平等、世界を見れば紛争、貧困、さまざまな問題が起きています。こういう時に私たちの大切な平和憲法を守り、私たちの人権を尊重する社会を作っていく、平和的生存権の実現を目指していく、この運動の一つとしてこの女性たちが声を上げた、これに福島からも連なっていきたいと思っています。どうぞ皆さん、新しい時代を子どもたちに託して、そして生きていきたいと思います。今日はありがとうございました。二平さん、心に迫るスピーチありがとうございました。ご通行中の皆さん、私たちフェミビリティアクションということで今アクションしています。東京は1区から30区まで選挙区があります。この選挙区の仲間たちが今日ここに集まって、ぜひこの選挙区で野党の統一候補を立てて自民党、公明党の政治をやめさせようということでアピールしてます。では私たちの仲間次々出てきてもらいますので、皆さんよろしくお願いします。1区から呼んできますよ。準備大丈夫ですか？はい、1区新宿千代田です。はい、1区はちなみに11月10日5時半 JR 高田馬場駅前でフェミニティアクションします。はい、真ん中らへんにいてください。はい、はい、2区中央区台東区、次行きます。3区品川区、それから島も3区ですね。3区の方いらっしゃいますか？はい、次行きます。4区大田区です。4区大田区、大田区は11月11日12時半から蒲田駅西口でアクションを行います。5区世田谷区、世田谷区たくさんで今日お見えになっています。5区は11月12日共同駅前ロータリー14時からアクションを行います。6区も世田谷区ですね。6区お願いします。はい、5区と一緒にアクションを行います。7区港区渋谷区、7区の方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。大きなプラカード持ってご参加いただいてます。8区杉並区は今日杉並で大きな企画があるので欠席とご連絡いただいてます。9区練馬区です。はい、9区練馬区、それから10区文京豊島区いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。あ、そうですね、次々入りますので、ちょっとずつ先に来た方下がっていただくとかしてください。すみません、お願いします。はい、11区板橋区、11区板橋区、はい、お願いします。11区板橋区も11月11日全部11揃いですね。14時から大山駅前でアクションを行います。12区北区と板橋区の一部です。はい、ありがとうございます。帽子が素敵です。12区は11月8日11時それから11月15日18時、8日が霧ヶ谷商店街駅前、15日が赤羽駅前でアクションを行います。はい、それから13区は足立区ですね。ありがとうございます。14区墨田区江戸川区です。はい、それから15区話題の江東区ですね。今話題の江東区、はい、頑張りましょう。16区江戸川区、17区葛飾区、17区いらっしゃいますか？はい、どんどんよろしくお願いします。18区小金井市、武蔵野市、西東京市いらっしゃいますか？はい、19区小平、国分寺、国立いらっしゃいますか？20区東村山、東大和いらっしゃいますかね？ちょっと今日いらっしゃらないかな。はい、21区、日野、立川、八王子いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。22区調布、三坂、狛江市ですね。はい、ありがとうございます。
23区町田いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。24区八王子、はい、石山さんです。25区秋島、青梅などなどちょっといらっしゃらないかな。26区はい、目黒太田です。27区中野杉並いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。28区練馬、はい。29区足立荒川いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。ぎゅっと中入ってくださいね。30区府中いらっしゃいますか。はい、あ、すみません、飛ばしちゃいました。11月5日太田目黒は、ひもや駅前、それからすみません、どこだ、27区11月7日6時から中野駅前でそれぞれアクションを行います。以上、1区から30区大体集まりましたかね。ありがとうございます。はい、ではこの中で代表として厚井奈穂さん、スピーチをお願いしたいと思います。フェミブリッジの事務局で、フェミブリッジ事務局、そして中野アピールですね。あ、マイク大丈夫ですか。はい、厚井さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。第1回に続き第2回のフェミブリッジ、東京の中でも何か所か、みんな地域でフェミブリッジを繰り広げます。私も第1回も中野でフェミブリッジやりました。いつもはつながってない人もフェミブリッジになら来てくれて、どんどんお話をしてくれます。女性が一歩前へ出て話をする、そのことで横につながることができる、どんどんとウイングを広げることができます。私たちは戦争のない優しい女性に優しい社会を作りたい。女性に優しい社会なら子供にも優しいはず。そして世界を見るとガザの攻撃で泣いている子供たち、食べられない子供たちが世界中にいます。そういう子供たちへも手を広げて一緒に生きていく、いかれるような社会を作りたい、そういう思いを込めてこのフェミブリッジが始まったと思います。私たち女がもう一歩前へ出る、そして喋っていく、そしてチラシを配り、もっとアイデアを出していく、女だからこその発想ができる、これが大事だと思います。フェミブリッジで社会を変えていきたい。皆さん盛り上がってやっていきましょう。よろしくお願いします。厚井さんありがとうございました。では最後に、はい、石山さんコールお願いします。じゃあ写真撮影もするので、あの皆さん全員入ってください。入れる方は、もずくさんもぜひ、あの今プラカード持ってる方も写真入っていいという女性の方、はい、ぜひお集まりください。ぜひ来てください。あのプラカードも、はい、議員さんたちちょっともうちょっとごめんなさい、あの目立つ感じでお願いします。すみません、吉田さん背が高いんだけれども、ちょっと真ん中、横断幕前、横断幕前で、オーダーボク垂らしてた、これじゃなくてあれがいいかな。こんなのチームかその顔が見えがってる感じで、そのオーダーボクのさ、吉田さんもっと真ん中に来てください。大椿さんももっと真ん中来てください。お願いします。はい、じゃあ女性の皆さん入らないのでもっと中入ってください。プラカード掲げてください。ちょっと前どいてくんない？前前。大丈夫かな？I love you。大丈夫かな？前の方の方、後ろの方が映らなそうなので、ちょっと鏡気味でお願いしますね。はい、ではですね、掛け声は、なるべく前に出てくださいってことです。
なるべく前も遠慮せず私たちわきまえない女ですからわきまえないでくださいね。わきまえずやっていきましょう。あのまず掛け声は女性の声で政治をと私が言ったらみんなで変えようと言ってください。でそしてその後私がさようならさようならと言ったらみんなで声を合わせて莫大な声でマッチョ政治と言ってくださいね。で撮影の時はみんなでせーのでフェミブリッジで写真を撮るっていう形にします。じゃあコールいきますよ。女性の声で政治を、さようならさようならマッチョ政治。はい、じゃあフェミブリッジ、フェミブリッジ、フェミブリッジ、フェミブリッジ。はい、お写真大丈夫ですか、よろしいですか。じゃあ最後もう一回マッチョ政治できますか。はい、さようならさようならマッチョ政治、さようならさようなら政治。ありがとうございます。市民連合がさよならマッチョ政治って掲げるっていうのは本当すごいことだと思うんです。私たち自身ができないことだと思います。広めていきましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、あのアクションご参加の皆さん本当にありがとうございました。またご協力いただいた男性の皆さんも本当にありがとうございました。こちらの方にプラカードと今日配ったチラシまだ余りがあります。ぜひ地元でもやってみたいという方、あの無料配布しておりますのでどうぞ受け取ってお帰りください。よろしくお願いします。